はい、皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、今日も皆さん始まりました。はい。思うんですけど、はい、最近暑くなってきまして、うん、まあ長袖からもうとっくに半袖の時期になりますよね。ああ、そうだね。そうそうそう。だからまあ服をね、まあ、買いに行くじゃないですか。ああ、はい。新しい服欲しいなと思って。うん、で、まあ服屋さん行って、試着するじゃないですか。はい。で、試着で着た時は、うん、お、なんかサイズ感もいいし、うん、めっちゃなんかいいよみたいな。で、はい、買うじゃないですか、ルンルンでね。あ、はい。で、まあ、僕家帰ったらファッションショーみたいなことをするんですよ。やっぱ着たいから、はいはいはい、まず外で見せる前に自分にまず見せる、確認でね、うんうん、着るじゃないですか、はい、試着室の時別人着てましたみたいなのが似合わない時あるんですけど。え、マジで？え、それはないっすか？これあるあるじゃない？いや、ないよ。あれ、これ俺だけかな？え、何？むくんでるとかそういう話？なんかね、あ、まあ、その顔の感じもあるんでしょうけど、うん、まあ、髪型とかね、はいはいはい。いや、でもそもそもなんかサイズ感も違うし、あれ、なんか俺、丈伸びてないもん。いや、嘘。髪の伸びる人形ぐらい伸びてるみたいな。そう、あれじゃないですか、なんか、持って帰る間になんかすんげえなんか、伸びたのかな。そう、どっかに、なんか、引っ掛けて、知らない人。知らない人のカバンに引っ掛けて、あ、すいませんって。いいえ、そういうことかな。いや、でも本当サイズ感変わるぐらいなんかね、サイズ違くねみたいなとか、めっちゃあるんですよね、なんか。そう。とか、その絶対似合ってたから、うん、もうあの日お出かけするからあの日着ようみたいに決めて、もうファッションしないんですよ、うんうん、でもはい、もうお前スタメンだっつって着るじゃないですか。ぶつけ本番。そう、ぶつけ本番で着るんですよ、はい、したら俺みたいな、あれ柄は違うみたいな、柄違う、色違くねとか、もう似合ってないよみたいな、何それ買ったのみたいになって、はい、結局それなんか着ないで、いつも着たやっぱ信頼感あるリアン選手作ったりする。ああ、なるほどみたいな。あれだ、デサバと来たけど、ちょっとまだ太いから使えないみたいな。ダメだな、お前みたいな。一回仙台で、お前痩せとけよみたいなのあるんだけど、あれ、俺だけかな、はいはいはい、あるあるだと思ったんですけど。いや、ないよ、そんなことはないな。ないか。なんか鏡、試着室の鏡ってスタイルよくできてんのかなとか思いませんか。あれ、あれ、でも、それした方が売り上げ上がるよね。そうっすよね。うん、なんかそう思うんだよな。なんか。あれ、今日顔ちっちゃいな、俺、みたいなとか。で、家帰って自分ちょっと姿見見ると、あれ、お前縮んだみたいな。どうしたみたいな。身長試着室に置いてきたみたいな時よくあるんですけど。ちょっとファッション関係の、お人いたら ね、お店の方ちょっとコメントください。実は裏話で、ね、照明とか実はマジックミラーなんですよみたいなとかね、あるんじゃないかなって俺は思ってます。皆さんはどうでしょうっていう話でした。はい、さあ翔くん、はい、もうあれですね、後半戦スタートということで。そうですね。で、あれなんですよ、もう来月ちょこちょこ移籍市場が。そうですね。翔くん、ちなみに今のベガルタで、はいはい、ここのポジション足りないんじゃない、うん、あそこのチームにこういう選手いるよみたいな。いや、やっぱあれじゃないですか、なんやかんや言ってフォワードじゃないですか。ミラ戦でなんかめちゃくちゃ口を酸っぱくして言ってる気がしますけど、でも結局フォワードでブイブイ点取ってるチームって強いじゃないですか、やっぱりね、うん、去年の横浜 FC とか、うん、小川航基選手みたいなとか、うん、やっぱ一人こうズバーンっていう人がいる信頼感って大きいですよね。宇高選手がいるとか。確かに。って考えるとフォワードがいまいち今年乗れてないですもんね。うん、上手いのは分かったけどみたいな、はいはいはい、収められるのは分かったけどっていう、うん、ところで言うとフォワード次戦う徳島なんですよ。徳島にいたっけ、ストライカー。 いるんですよね、これがまたいるから。あの8番の柿谷選手が、うん、後ろに下がれるってことなのか。で、やっぱ結果残してくれてますから。誰よ、誰だ。森海斗選手。お、来てる、来てる、来てる、今これ来てますね。そうなんだ。なんせ5月の J2 月間 MVP 取って、今年柏からレンタルなんですよね。うん、今だってもう今9ゴールですか。おお、もうすぐ2桁。そう、もうすぐ2桁、今リーグ5位で、すごいです。5月6試合やって6ゴール取ってるんですって。で、今6月に入っても今2戦連発中でしょ。森選手が点決めたら今5勝1分けって負けなしなんですって。うーん、こういう選手欲しいんじゃないですか。これやっぱいたらいいっすよね。確かに。そんな森選手がいる徳島が次の相手なわけですけど、はい、今徳島今16位ですね。まあ順位で言ったらなんかいやいやみたいな、
隠し子16位って弱みたいな、うん、はい、もうちょい上がってこいよみたいなね、と感じに思いますけど、はい、それを言えたのは序盤までで、はあ、あの11試合勝てなかった時だけであって、うん、今で見ると直近10試合で5勝3分け2敗ですから、バリバリ調子いいですよね。11試合勝てなかったっすけど、その中でいろいろこう試行錯誤、今ラバイン監督が監督やってますけど、いろいろ試して、まあ、転機となったのは4バックから3バックにしたってことですかね。あ、そうなの。そう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 、11節から3バックにして、その12節でジュビロ相手に勝ったんですよね。うん、でそっから結構こうリズムに乗ってったっていうのがあって、徳島が強くなった一番の要因っていうのはやっぱりメンバーの固定化なんですよね。あ、そっからやっぱ急成長してったんですよね。その土台が完成したっていうのと、プラスやっぱりそのもともと徳島選手、柿谷選手はじめ西谷選手とかもいて、ポテンシャルが高い選手が多いので、うん、そこが今歯車ががっちり噛み合ってきたっていうところはありますわな、うん、チーム自体がなんかいい感じに連動してるなっていうところがあるんですよね。ツートップね、お、今352っていうシステムを今取ってるんですよね。3バック、うん、アンカーがいて、インサイドハーフがいて、ウィングバックいて、ツートップみたいな。イケイケだな、まあ、ツートップがまず関係良好っすよね。まあ、その決定力のある森選手が前にいて、はい、で柿谷選手がその 1.5 列目的な役割もできて、あ、柿谷選手前にいるんだ。そう、ツートップにやってるんですよね。お、でやっぱ柿谷選手が、森選手裏に抜けるのがうまいんですよ。うん、で柿谷選手ってやっぱあの独特のセンス持てるよね。持てるし出せるし、うん、みたいなのがあって、お互いすごい結果残し合ってるんですよね。うん、森選手9ゴールで柿谷選手6ゴール2アシストみたいな。でなんでこの2トップがそんな自由にできるかっていうと、このインサイドハーフとあとアンカーのこのえげつない運動量ね、運動量と質ですよね。そう、インサイドハーフの杉本選手とヒョンリオ選手のこの動き出しがあるおかげでスペースが空いて柿谷選手がこう自由に動けるみたいな。であとは両ウィングバックだね。両ウィングバックの西谷選手と、はい、あと西野選手っていう、はい、フォワード登録なんですよね確か。うん、だけどウィングバックやってて、はい、でもこの人たちの上下動のね、この量と、はい、そこも量と質なんですけど、うん、素晴らしいんだよね。うん、ラバイン監督の戦術的にこのなんかボール持ってる時はいかにこう数的優位というか、こっちの徳島が優位になれる状況になるかみたいなのをこう見ながらやるみたいな、うん、それができる選手がたくさんいるっていう徳島で、ボール持ってない時はこの一人で数人を見るみたいなポジショニングを取ってる、右サイドだからあいつがあいつみたいなじゃなくて、うん、数人カバーできるように見るみたいな、うん、そういう戦い方を今ラバイン監督は取ってるらしいんですよね。うん、記者さん曰くすごい美しいサッカーを展開してるらしいです。まあ、言ってもこっちも頭良さそうですけどね。確かに似てるっすよね。なんかスマートな、なんか結構美しさとかあるもんね、うちもなんかね。あるよね。うん、どっちが美しいチームなのかっていうところですね。徳島は、うんうん、その美しいサッカーをやりつつ、はいはいはい、最後フィニッシャーがいるけど、はいはい、そうそうそう、うちはちょっと誰にする、お前やれよみたいな。そう、ダチョウ倶楽部さん状態みたいな、ね、ですで、ダチョウ最終的に上島さんになればいいんですけどね。ああ、今もっくんがそれやってる感じじゃないですか。確かに、じゃあみたいな、じゃあや俺やるよみたいなねもっくんに頼りがちになるのも良くないですからね。警戒されたら終わりなんで、ね、なんか豪華選手が今得点ランクトップですよね、ペガレット。あ、そうですね。あれも結局豪華選手の動き出しのうまさとか嗅覚みたいなところで取ってる部分があるもんね、セットプレーとか。豪華選手ちょっとどっかでちょっと語ろうと思ったんですけど、おお、あの良くも悪くも、はいはい、あのベガルタのなんかピッチの他の10人とに染まってないですよね。あ、10プラス合計みたいな。なるほど。で10プラス合計、その
何流れ悪い時とかも全く左右されないですよ、うんうん、確かにね。で流れいい時も別に左右されないですよ。はいはいはい、本当になんか合計そうそう合計、それがいいのか悪いのかっていうのも難しいところ、うん、それで得点ランキングトップになってるなっていうイメージ。ああ、こっちの10の方の総合力上げて、うんうん、はいはい、プラス合計だったら面白いなと思うんですよ。やっぱそうなってないからやっぱフォワードが点取れないのかな。やっぱでもなんか戦い方的になんかもうその 1.5 列目とかサイドハーフが点を取る、あ、おとり的な感じになってるか、戦いってなればあれなんですけどね。なんだろう、今でもそうなってるようにも見える時もあれば見えない時もありますよね、うん、それ納得するのは皆川選手ぐらいじゃないですか。確かに俺の役割は点を取るよりも点を取らせるきっかけになることみたいな、ね、そうやっぱ武将と山田選手には取ってほしいもんね、点で、ね、4様とか欲しくてしょうがない。4様とか喉乾きすぎなんだけどみたいな、本当にいつ水くれるんですかね。そう本当にね、ねえ、そうです、フォワード問題ですね。うん、フォワード点取ってほしいよね。はい、さあというわけで次の徳島戦からいよいよ折り返しですけどもね。はい、まあ、なんか前半のこのいろんなクラブのデータを見る限り、うんうん、トップハーフっていうんですか、はい、10から上、そう10から上の、しかもその中でも半分、まあ、だからプレーオフ圏内のチームかの特徴としてはやっぱ下位の相手にしっかり勝ち点を取ってるっていうのがやっぱ典型的に表れてるっぽいんですよね。一方ベガルタは取れてないみたいな、だからやっぱそこで下位のチームにちゃんと取れれば勝ち点積み上げていけるというかね、昇格争いに優位になれると思うんで、うん、後半はやっぱしっかりフォワードが決めきって調子の悪いチームに勝つチームになってほしいなというふうに思います。はい、そうです ね、そのきっかけになるように次の徳島戦応援しましょう。はい、はい、というわけで今日の皆さん以上です。はい、さよなら、また次回、さよなら。